埼玉の逆襲。今回の埼玉の逆襲は埼玉ミステリー調査団第2弾。最先端の町浦和であの徳川家康にまつわる伝説を調査。玉造院さんじゃないですか。家康さんとも少しゆかりがあってということですもんね。ご住職と、はい、家康さんが、はい、将棋仲間、仲良かった仲間ね。出てくる出てくる家康伝説、明日から浦和の見え方が変わっちゃうかも。さあ始まりました、埼玉の逆襲。どうもこんばんみ、 MC のビビロウキです。そしてどうもたまやんです。はい、お願いします。本日もお願いいたします。はい、5月の12日がね、今年母の日ということですけれど、ビビルさんは母の日に何かプレゼントとか毎年されたりしてます？もう毎年もうあれです、もう水送ってるだけです。水？水、いや、なんかああいうなんていうの、温泉水みたいな、ああいう、はいはい、ちょっと美味しいお水みたいなの、ええ、をもう本人からもね、消耗品がいいっていう、もうあのもう希望が入ってますんで、なんか置いとくものとかそういうのはもう邪魔になるからいらないって言われて、消耗品にしてくれって言われて、じゃあ水はどうでしょうかっていうのね、あ、水なら毎日飲めていいねって言ったんで、もう水にしましたもん。すごいさっぱりしたお母様ですね。あのちなみにお母さんってどんな人だったんですか？まあ、あのなんだ、うちの母親はあの東京 の、うん、あの文京区の畳屋の娘なんで、へえ、だから江戸っ子で、まあ、埼玉に引っ越して僕を産んだって感じなんで、ええ、やっぱちょっとチャキチャキ系の、あ、なるほど、うん、なんかうちのなんで俺の同級生が家に来て遊んでると、うん、お前たちうるせえなみたいな本当下町のそのまんまの感じがちょっとありましたね。うん、うんうん、なるほど。ちなみにお母様この番組ご覧いただいてるんでしたっけ？親父が見てるって言ってたんで、母ちゃんも見てるのかな。あ、めちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっとこの回のオープニングトークも見ていただいてるかもしれませんから。そうですね、水送りますということで、はい、埼玉の逆襲はご家庭でも楽しく見れるような番組を目指して今年も頑張ってまいります。はい、はい、ということで早速今回のテーマに参りましょう。はい、今回のテーマはこちら、埼玉ミステリー調査団。イエイ。はい、ビビルさん、前回あの、はい、埼玉市の見沼のね、うん、あの歴史とかなんか竜の伝説取り上げましたよ ね、 たね。はいはい。でそして今回第2弾ということで、埼玉のね、まあ、最先端都市浦和の歴史や伝説についてお送りしていきたいと考えてますが、うん、ビビルさん、浦和のなんかイメージってあります？なんかやっぱりこう埼玉の中心ってイメージですね。はい、ね、うんうん、駅前のあの発展ぶり、はい、あれやっぱちょっと春日部いないやん、発展ぶりだからね。浦和はやっぱり、そうですよね、あれはやっぱ羨ましいなと思いながら、それは住みたい街としても人気出るなっていうのはもう納得です。その通りですよ、ビベルさん。もうここ数年は必ず住みたい街ランキングに浦和と大宮はランクインしておりますからね。浦和区1位だって、住みたいとこ、住み心地だから、住んでる人がもうやっぱいいよって言ってんだもん、間違いないな。ちょっと待って、これどうしたんです？住み心地ランキングの3位にやっぱちょっと、はい、レイクタウンがやっぱまくってきましたねまくってきたね、レイクタウン。やっぱり時間かけて、あそこにやっぱ建設中の時は、はい、やっぱ周辺の人たちがみんな、ここまでわざわざなんか買い物来るのかなって言ってたんですよ最初。今はあのビビルさん、やっぱり外国人の観光客の方も、はい、結構やっぱりレイクタウン行ってるみたいなんですよ。インバウンドで越谷くんの今。そうなんですよ、考えられます？考えられない、マジでマジで考えられない、俺の時代には。あ、これすごいことだ。はい、そういう時代になってまいりました。まあ、今回はちょっとたまや待ってよこれまだなんかあります？いや、住みたい街ランキングで港区抜いてんじゃん、浦和。そうですよ。いや、横浜も抜いてるし。そうですよ。いや、来ちゃってんじゃん。だいぶ来てますよ。いや、あの、人気出るのはいいんだけど、埼玉、みんながちょっとまだいじれるぐらいの雰囲気残しとかないと本当にいいとこなんだねになっちゃったら、なんかもうさ、なんかネタにもされなくなっちゃうから、ある程度いじれるぐらいのこのね、2位は行き過ぎじゃないかな。ちょっと順位がだいぶ上がってきてんな。確かにビビルさんおっしゃる通りで、本当にあの皆さんから羨まれるようないいところになりつつあるわけですよ最近。いや、もうそれ笑えなくなっちゃうから、マジで、もうマジで。さあ、そんな選ばれし浦和ですけれども、はい、今回もあの歴史くんがいろいろ調べてきてくれました。はい、まずは VTR をご覧ください、どうぞ。どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。埼玉ミステリー調査団、今回の舞台は浦和。
埼玉県庁や埼玉市役所があるこの地域は古代から行政の中心地として栄えてきました。江戸時代に入ると五街道の一つである中山道の宿場町浦和宿があり、多くの人が行き交いました。そんな浦和には日本一有名な武将とも言っていい、あのお方にまつわる歴史が数多く残されているんです。その人物というのが徳川家康。家康と浦和の歴史を紐解いていったその時、埼玉の新たな歴史が生まれ、浦和が日本の中心になるかもしれません。信じるか信じないかはお主次第です。さあ、浦和駅から少し歩いてきましたが、石碑が立っております。中山道浦和宿、ここが中山道の跡で、さらに浦和の宿場町があった場所ですよ、ね、今も非常に賑やかな通りになっています。でですね、私埼玉の歴史を調べていたらですね、ある新資料を発見しまして、なんと家康が拠点を江戸と最後もう一つ候補地があって、それが浦和だったという資料が江戸時代の幕府の資料に載ってたんですね。つまり幻の浦和幕府説ですよ。歴史作家としての顔を持つ歴史くんが研究の過程で見つけたという資料がこちら、超野球文宝庫。徳川氏の天下統一に至るまでが詳しく書かれた資料で、江戸時代に23年かけてまとめられたものなんだそうです。これによると1590年、時の天下人だった豊臣秀吉の命で三河から関東へ国替えをすることになった家康、その時本拠地の候補に浦和も上がっていたという説が書かれているんだそう。でも埼玉の逆襲で説明するにはちょっと難しすぎるので、歴史くんの公式 YouTube から解説動画を拝借しました。家康は秀吉による小田原征伐で北条家が滅びた後に関東に入ります。1590年天正18年のことです。その時に家康は浦和に居城を築こうと浦和へやってきたっていうんですね。資料では浦和の地を御在城にしようとご自身で御見分をしに来たと記されています。でここ浦和の地は御用街としてはよろしい、まあ、つまり守りには適していると。ただ進行船入りは悪しきだと、まあ、つまり船の出入りには不便だから、最終的には江戸城になったよと書かれてるんですね。まあ、結果江戸を選んじゃってるんですけど、埼玉浦和選んでくれてたらなと思って、ちょっとね、夢ロマンありますよね。あら、こんにちは。こんにちは、どうもお疲れ騎士でございます。浦和ガイド会の福田と申します。お疲れ騎士でございます。よろしくお願いいたします。ここで登場したのは浦和で観光ガイドを務めている福田さん。普段はボランティアで中山道浦和宿や見沼田んぼなどのガイドを行っています。今日はそんな福田さんと一緒に家康が幕府を開こうとしたかもしれない浦和の町でミステリー伝説を調査します。では一緒に行きましょう。はい、えいえい、おお、行きましょう。浦和に残る徳川家康の痕跡を求めて中山道を進みます。中山道は今も賑やかですね。そうなんですよ、うん、いっぱい人が、うん、結構新しい店もできたりということで、そうですね、新旧入れ替わりありながらも昔のいいところを残しているという魅力的なストリートですね。ここ門前通り、はい、玉造院さんじゃないですか。家康さんとも少しゆかりがあってということですもんね、はい、ここもその通りです。ご住職と家康さんが、はい、将棋仲間、仲良かったんですよね。仲間というね、
第4世だ、ね、幻の裏幕府説が書いてある資料は、はい、江戸時代におそらく玉造院に伝わってたお話として紹介されてるんですよね、はい、その通りです、はい、大切な場所です、浦和の歴史を語る上で、はい、歴史君が重要だと語る玉造院は江戸時代の絵図にもきちんと記されています。浦和で家康が将棋を打っていたかもしれないなんてビビルさん知ってました？いや知らなかった。あそして、はい、福田さん見えてきましたね、はい、中山道浦和宿ということですね。あ江戸時代の絵図がありますよ、はい、現在地は、はい、ここですね、中町、はい、ここですね、はい、もう本当にど真ん中ですね。そうなんです。で目の前には脇本陣、うん、はい、そして本陣があったと、はい、まあ、簡単に言うと偉い方が泊まるとこですね。そう通り、ね、はい、本陣とは江戸時代参勤交代の際に大名たちが宿泊した施設のこと。その痕跡が残る場所があるということで行ってみることに。ここが本陣跡の公園。そういうことです。中町公園ですね。そういうことです、まあ、大名とか奥家さんとか、うん、偉い方々が、うん、泊まる場所ということは、うん、ここにも豪華な、はい、大きな本陣があったんですよね。そういうことです。本陣と言ったら、はい、私ども浦和ガイド会の会長、はいはい、高橋が得意な解説っぽい場所なんです、はいはい、そうなんですね。ちょっと高橋に登場してもらいたいと思います。はい、高橋さん、はい、どうもどうも、こんにちは。あ、福田さんも行ってくださいよ、はいはい、どっか行っちゃわないで、はい、おります。じゃあ高橋さん、高橋さん、はい、登場したのは浦和ガイド会の会長高橋さん。埼玉の逆襲には本当の浦和、エセ浦和を仕分ける会にも出演してくれました。本陣が特にお詳しいということで、はい、あの今入ってきた実は中山道に面していて、はい、でこの先に一つ委員があるんですが、そこを越えたところまで、敷地だったんじゃないかと。ずーっと向こうまで。そうですね、ずっと向こうまでです。約1200坪と、はい、間取り図もうちょっと詳しく見ましょうかね、はいはいはい、今我々が来たのがこっちですね。そうですね、中山道から入りました。はい、このピンクのところ、はい、五条壇の間、ここが大名、はい、大名、はいはい、幕府の老中、老中、はい、偉い方々が来てたんだ、はい、で用人の方たちがここに泊まる、はい、浦和本陣には28の部屋があり、有名な大名も泊まったという記録が。有名な大名だとここだと。そうですね、加賀の前田家。前田家、加賀百万石と言われるぐらいですので、大名です、はい、江戸幕府からあのいつ謀反を起こすのかと睨まれていたと。で、決してそういうことはありませんということで、はいはい、忠誠心を示すために前田家は、ここの本陣に泊まって、はい、明け睦4時ごろに出立をする。もう午前中には江戸城に入れる、うん、幕府に対して忠誠心を示 す、 とです、ね、早朝に出てったわけです ね、はい、そうですね。今の浦和に住んでいるサラリーマンの方々と一緒です ね、 そうですね。ここで早起きして東京にお勤めしてまた、はいはいはい、ね、浦和本陣は前田家の他にもたくさんの偉人が利用していたそうで、日本地図を作った伊能忠敬もその一人。今は公園となっているこの場所もかつては偉い人たちが行き交っていたかと思うとロマンがありますね。さらに浦和の歴史ロマンの旅は続きます。続いてやってきたのは徳川家康と浦和を語る上で最も重要な場所、時和公園。1601年家康はこの場所にあるものを作りました。それは家康さんはあの浦和に限らず鷹狩りで埼玉にたくさん来てくれてますよね。その通りです。その休憩所として、はい、ここ、はい、浦和御殿が完成したわけですね。そういうこと。それがここですね、はい、1601年関ヶ原の翌年ですね。御殿を、はい、鷹狩りっていうと
せいぜい15、6人、はいはい、でこう来てっていうイメージがあるかと思うんですが、ほうほうほう、とんでもないんです。1000人、2000人、一番多い時は5000人単位で動いてたらしい、はい、あら、じゃあもうこれどころじゃないんですか。軍事訓練も兼ねていた、兼ねていた。それが高狩りのもう一つの重要な役割だったわけですよ。家康は生涯を通して鷹狩りに夢中だったといいます。浦和で鷹狩りを楽しみ、その疲れを癒すためにこの場所に御殿を建てたのですが、1611年浦和御殿は造営からたった10年で取り壊されることになってしまったのです。御殿を壊す、うん、理由、もういらなくなった理由が何かあったんでしょうかね。どうも家康さんはですね、何か嫌いなものがあったようなんですよ。浦和に、浦和に一体何でしょう ね。その場所があるんですか、うん、はい、一緒に行きませんか。家康が嫌いだったかもしれないものを探るため、中山道を少し南へということで、浦和御殿から南に2キロちょっと先のところに来ましたが、ここはどこですか。ここはですね、はい、焼き米坂っていう名前のとこなんですよ。焼き米坂、米を焼いた坂、うん、不思議な名前かと思うんですがね。ちょっと坂になってますね。そうそうそう、そうなんです。ここ場所としてはね、はい、わらびの宿から浦和の宿へ向かってるわけなんですけども、はいはい、その、まあ、浦和の宿の方に近い浦和寄りですよね、ここね。そういうとこです、はいはい、で、はい、ここでなんと新名物、はい、焼き米っていうのを売ってたんですよ。名物があったんですね。 そう、はい、その当時の絵があるんです、はいはい、これです。名物新焼き米、でこの辺りでもそういうお店がたくさんあったんですね。じゃあ家康はこの焼き米が嫌いだったってことですか。家康は相当なグルメだったですからね。そうですね、食通ですね。こういう新しいもので美味しいものに対して嫌気を感じるような人ではなかったです。でもなぜか嫌いになった感じのものがあるらしいんですね、はい、それが何ですか。それを探ってみませんか、はい、お、ここの坂を登るわけですね、はい、そういうことです。じゃあ行きましょうか。参りましょう、はい。ここが焼き米坂、うん、はい、昔の街道の感じしますね。そうですね、車こう2台がギリギリというような、うん、はい、まさに昔の街道の道幅そのまんまです、はい、ね、幅がそうですよね、はい、あまり急な感じ今登ってきてしなかったですけどそれがですね、はい、昔は大変急でもうぜいぜいしたらしいんです。あ、それでこの道路を舗装するにあたってね、はい、削ったんです、高いところ。あ、そうなんですね。ひたすら削りまくって、緩やかにしたんです。なったんですね、道路の整備で。なってこれです。そういうことなんです。こことか急ですね、確かに、はい。家康が嫌いだったもの、想像つきましたか？どうですか、これ今登ってきた感じ。まあ普通に登れましたけど、うん、はい、それはね、昔はもっと急だったと。急どころかもう10ぐらいだったらしいですよ。あ、9じゃなくて10、はい、あら調子がいいですね。そういう感じなんで、はい、家康はね、はい、ほとんど私と体型一緒なんです。ただ、はいはい、体重は20キロぐらい多いです。晩年は少しふっくらされてました。その体重でこれを歩いてきたと想像してみてください、はい、大変は大変ですね、体力的に。いい加減にしてくれか、はい、なりますよね、はい、ということで家康が嫌だったのは実はこの坂だから、せっかく浦和御殿というのを浦和に作っても、はい、あの坂登るんかいな、ほら嫌だこれが嫌ということで、手前のわらびに御殿置いとけばいいんじゃないっていうことで、はい、もうええわいいなっていう感じになっちゃったっていうのがどうも真相らしいですよ。坂があったから。そうです、まさかの坂のお話でございます。あら、だいぶ仕上げていただいてありがとうございます。信じるか信じないかはあなた次第。すごい小声普段何気なく通る
公園や坂道、そこも歴史上の人物が通ったかもしれないと思うだけで全然見え方が変わってきますね。あなたも近く散歩してみてください。そしたら新たな埼玉の歴史ミステリーが見つかるかもしれません。はい、ビビルさん見ていただきました、はい、でも最後の坂の話なんですけど、うん、なんかその徳川家康みたいな偉い人やったらね、うん、多分直に登るんじゃなくて絶対カゴに入ってたんちゃうって。いや俺もそう思って見てたんだよね。ですよね、カゴだったんじゃないかなと思ってたんだけど、まあでもね、浦和にこの拠点を置くかどうか悩んでたっていうのもね、うん、やっぱ埼玉っぽいよね。埼玉っぽい。なんかこう目の前で一つでかいの逃すみたいなね。埼玉に海がないっていうのがネックになってたね。そうですよね。やっぱり最後海だね。埼玉の足を引っ張ってくるのは。やっぱ歴史は知ると面白いですね、ビビルさん。いや、家康が浦和をチェックしてたっていうのはまたなんかいいですね。将棋売ってたとかね。いいね。まあ本当か嘘か分かんないけど。本当なの、あの。住職と将棋仲間っていうのは本当なのかな。意外と本当。いいじゃないですか。家康も友達が埼玉にいたっていうのいいじゃないですか。いい話ですよこれね。いい話本当にこれいいですよ、はい、これはいい話、うん、どんどんねちょっとミステリー調査団で埼玉のいろんな面白い歴史をねこれからも追求していただきたいなと思っております。ということで本日はここまでとなります。番組公式 X も開設しております。ハッシュタグ埼玉の逆襲でじゃんじゃん投稿してください。お願いします。それでは最後ビビルさんお願いします。はい、ではまた来週も見てください。さよなら。